本日9月29日、ヤオフェイフィーさんの誕生日です。今回もヤオフェイフィーさんに関するクイズを作ってきました。ヤオフェイフェイの出身地である中国の特別行政区はどこでしょう？香港。しばしば FFDY と略されるヤオフェイフェイが自己紹介をするときの定番フレーズは何でしょう？フェイフェイだよ。ヤオフェイフェイスレアハートフェルトパーティー特訓後イラストにも登場する、彼女が調理を得意とする中国料理は何でしょう？チャーハン。花火問題です。丸春かなを回答してください。なんとかの顔を見に2ヶ月に一度は実家へ帰るらしい。おばあちゃん。2012年3月のモバンスのイベント制服コレクションでヤオフェイフェイとユニットスクールガールフレンズを結成したファッションアイドルは誰でしょう？矢口美優さん。師匠のパンダとともに憲法の修行に取り組むヤオフェイフェイを撮影したカジニシュレームの SSL アカードは何でしょう？パンダファイター。ケイトとヤオフェイフェイの2人が組むイギリスのと中国趣味を意味する言葉から名付けられたユニットは何でしょう？ブリティッシュシノワズリ。日本のアイドルに憧れ来日した香港生まれの少女で、独学で身につけた日本語にさらに磨きをかけ世界のてっぺんに立てるようなアイドルを目指す、今日9月29日が誕生日のデレマスのアイドルは誰でしょう？ヤオフェイフェイさん、誕生日おめでとうございます。これから後半戦、中国と香港に関するクイズです。1997年に中国に返還されるまで香港を統治していた国はどこでしょう？イギリス。ガリューやシクニャンさんなどがレジェンドパンダの宝庫と知られる中国の省はどこでしょう？四川省。香港の旗の中央に描かれている香港を象徴するマメ科の花は何でしょう？バウヒニア。今年7月には実写映画第3作「運命の炎」が公開された、中国の春秋戦国時代を生きる少年シンを主人公とする原康さんの漫画なんでしょう？キングダム。天壇大仏や香港ディズニーランドが位置する香港最大の島はどこでしょう？ランタオ島。漢字一文字ではこのように書く、サスの葉で巻いたもち米や椎茸などを蒸して作る中国発祥の料理は何でしょう？ちまき。サングラス姿のメンバーが香港の街を巡るムービーも有名なアニメシティハンターのエンディングテーマとして使われた TM ネットワークの楽曲は何でしょう？ゲットワイルド。英語ではマンティスボクシングというカマキリの動きを参考に作られた中国拳法の一種は何でしょう？灯籠拳。これはフルネームで回答してください。アニメではメイリンといういとこも登場するクローカードを回収するために香港からやってきた漫画カードキャプターさくらのキャラクターは誰でしょう？リーシャオラン。2021年のアカデミー賞長編アニメーション部門にノミネートされた中国神話の神チャンウーに会うため中国へ旅立つ少女を描いた映画は誰と月の冒険でしょう？フェイフェイと月の冒険でした。以上でヤオフェイフェイさんの誕生日クイズを終わります。